どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら強化されたトリス使っていこうと思います。はい、このキャラですね、スキル4つに27ターン変身のキャラで、1ターンダメージ無効して変身できるキャラ性能になっております。強化されたのは変身後で、無効感プラス10強4つ、枝豆2つ、封印バインの持ちになりました。そもそも10強4つで火力出せる上に7強つけれたりとか、あとは無効感プラスで無効感図対策もできます。はい、でトリスの強いところはスキルで1ターン属性吸収無効ドロップロックを解除し、弱足一律を水に変化が2ターンスキルで打てます。はい、すごいね、優秀な生成になっている上に属性吸収無効が今回増えました。2ターンで属性吸収無効なんで、これつまりトリスってもう完全属性吸収無効対策ループができるんですよ。でしかも今回ダメージ吸収洗剤つけてるので、ダメージ吸収洗剤と属性吸収無効ループでダブル吸収全く効かないっていう最強編成が作れて、リーダースキルは指12秒固定に10コンボ以上でダメージを 78% 軽減、水の10個消しで攻撃力が20倍固定額満と。水10個で20倍なんだけど、水10個を2セット組んだら400倍出るんですよ。1個20倍、2個400倍、まあ、3個は無理だけど、一応組めた場合は8000倍かな、ごめんなさい合ってるよね、8000倍ですね、8000倍の火力が出せます。まあ、今回の動画ではね、8000倍は出ませんが、400倍の火力が出せるキャラになっていて、まあ、言うなら超16ダンジョンでもとんでもない火力を出せるわけですね。今日はそんなトリスを実際に使っていこうと思います。編成こんな感じです。はい、今回ナッツルトリス、懐かしな編成で使っていきます。リーダーナッツルです。こちらナッツルにナッツル武器継承ですね。はい、ナッツルは76マスリーダーで、まあ、10強2つ浮遊、回復努力6個、無効感2つとかで火力も出せて、スキルはね、水回復生成あるのでめっちゃ偉いキャラですね。トリスにない回復生成を補ってくれます。リーダースキルも HP3.3 倍に軽減あって、攻撃22倍、3コンボ加算固定300万と、めちゃめちゃ強いリーダースキルしてるんで使っていきます。でサブです。グリゴリーは超学生10コンボ強化じゃなくて、超学生スキルブーストプラスですね。はい、超学生スキルで使っていきます。まあ、そもそも今回のリーダーがマジでバカみたいに軽く出せるトリスなんで、わざわざ10強つける必要はなくて、あのスキルブーストプラスでもしっかりと、10消し2セット以上組んであげれば軽く出せるので問題ないキャラになっております。はい、で、グリゴリーに、スキル遅延2つ超限解放に、こちら有利武器継承ですね。はい、内容は動画後半で紹介します。ラビリル、スキブに回復強化3突、そしてこちら、アムロレイ継承です。はい。で、からの、ユキネです。遅延2つ吸収無効洗剤に、こちら、豊臣武器で、スキブ、暗闇耐性プラスと枝豆つけてあげてます。からの、トリス、吸収無効洗剤に、こちら、カラット武器継承。からの、カラットシルクカメオのカラット武器継承ですね。カラットシルクカメオのカラット武器継承からのトリス吸収無効洗剤に、こちらシルベルト継承って感じになってます。今日はこちらのね、トリスナッツル編成を使って屋長破壊していこうと思います。トリスね、あの2ターンでヤバすぎるスキルになったんでね、実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。ナッツル変身していきます。からのラビリル変身していきましょう。有利武器打ってあげて、からの雪音変身していきます。はい、からのトリス変身していきましょう。1コンボ組みます。やべ、ナツル変身しなきゃ。ナツル変身します。はい、ナツル変身からの1コンボ打ちます。 OK、 ダメージ無効でしっかり耐久です。からのトリス打ちましょう。で、大量に水作ってあげて、よいしょ、行きまーす。うわ、水9個しかないやん。くぅ。まず軽く削ります。一旦まあこんな感じで、まず殴りましょう。で、基本的に、この編成は、基本的なんだけど、トリスを使って水10個10個で殴っていく編成なので、盤面が悪い場合に関しては、水10個は絶対に組んであげることを前提に、片側の水ドロップを温存する必要があるって感じですね。こんな感じで真ん中に寄せてあげて温存してください。そうすれば耐久しつつ殴っていけます。はい。じゃあ89、20、21。さあ、これでまあワンパンはしていきますが、OK、突破していきましょう。さあ、続きまして2階層です。で、ここはラビリル打ってから覚醒無効回復してあげて、でからの1ターン耐久します。
でグリゴリー使って突破です。ただ今回グリゴリーも溜まってるのでグリゴリー打ってあげて、トリス打ってあげて、ナツル打ってあげて、いいねこれ最高やん。いきます。え、あれ、これ何回見ても10個消し。あ、上がミスってるわ、惜しい。まあいいや、でもこれでしっかりと8800最強ぶっ壊れチートってことこれ強くね。はい、でここしっかり先制耐えてあげて、でここもトリス殴っていきましょう。で、まあ、一旦とりあえず盤面悪い時はこんな感じで水10個消しで盤面整理するんですよ。で真ん中に水ドロップ温存します。これでこの次のターン突破するって感じですね。はい、ちゃんと回復消し含んであげて1ターン耐久でからのトリス打って殴っていきましょう。よし、じゃあここトリス打ちましょう。で水の10個消し含みながら殴っていきます。はい、まあ、でここはとにかく結構この編成パズルミスが痛い編成なんでパズルミスは絶対ないようにしていきます。まあ、水10個消し2セットプラス真ん中にか、真ん中で回復音消しを組みながらあとは水ドロップ呼べることを祈ります。ただ基本的に水を8個真ん中に残さないと次の階層でなんていうの、ワンパンすることは厳しいので、なのでその場合はまああれですね、ナツルとか雪音を合わせてあげれれば削っていけるって感じです。でここはトリスからのナツルで殴っていきましょう。でこいつは柔らかいんでナツルのエンハンス含んであげれば片側水だけで倒せます。 2.3 倍エンハン入るので、まあ回復音消しは含みながら、こんな感じで削りましょう。水6プラス水の10消しプラス回復音消しいっぱい含んであげて20コンボです。さあこれでまずは一発殴りましょう。うわ、すごいいい盤面だけど回復カナビ食らうんだよな。めっちゃいい盤面なんだけど回復カナビ食らうんで意味はないです。はい、でサブのトリス使ってあげて銃消し耐久します。よいしょ、これで耐久です。水の銃消し含んであげてあとは回復爆弾で1ターン耐久でからのもう1ターン耐久します。なんか倒しちゃった、あれ、なんか倒しちゃった、やべえ、やばい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 、ちょっとこれは雪音打ってあげて殴りましょう。あ、ない、12秒固定なんだよね、それがむずい。うん、まあ水6個は絶対含んで殴るか。こんな感じかな。うん、水6個含みながらの13コンボ含んであげて1ターンは耐久します。18、19、一発これで耐久しつつ、まあ、殴りでグリゴリー使って倒していきましょう。トリス打ちます。グリゴリー打ちます。水何個、7個惜しい。ナツル打ちます。これで倒しましょう。いきます。盤面は悪くなかったんだけどな。よいしょ、これで水は絶対残しながら銃消し2セットで突破していきましょう。でもアホみたいに枝豆入るのがめっちゃいいところ、この編成の。いやいや入りすぎだけどな、さすがにコンボ数は毎回とんでもないし火力も超いい、超いい、ありえない火力出てるけど強っ。8800倍、バグです。なんか最近のキャラマジで火力やばいね本当に。で続きまして6階層です。とりあえずラビリル打ってあげて、で水つないで超根性まで削りましょう。
水つなげないで超根性まで削りましょう。いきます。こんな感じで水の6個消し外してあげて、水をつなげずに超根性まで削っていきます。ナツレとトリスのリーダースキルは発動しません。こんな感じでからの突破です。アシスト向こうは残っちゃいますが、まあ仕方ないですね。はい、倒しましょう。いきます。まあこれは絶対組むの前提として、でも水温存しとこうか。はい、これで倒していきます。9コンボ組んで突破していきましょう。あ、10コンボ忘れてた。10コンボ必須だ。優秀なパズドラプレイの方は大丈夫だと思いますが、あの10コンボ必須なんで注意してください。バカだと意外と死にます。マジでミスった。でここは海峡ゲージ含みながら殴っていきましょう。でこの階層はね、アシスト向こうが切り次第突破してください。アシスト向こう切れたら突破して OK です。はい、普通に耐久できるんでアシスト向こう切れるまで耐久からの、こんな感じで突破していきます。はい、突破。さあ続きまして8階層です。ここはワンパンしていきましょう。はい、敵根打ってあげてワンパンします。12秒固定なんでね、そんなルーレット使えるわけじゃないんだよね別に。これあ、一旦これで回復音消しは含みながらの15コンボは組みます。16コンボ。さあこれで殴っていきましょう。ワンパンです。ナイス、火力、いいね。火属性まで火力出てるのやべえな。普通にそれは普通にやばいな。フェゴランです。フェゴランはカウント1までに突破してあげてください。オッケー、こんな感じで一発殴ってあげてから倒します。さあトリス打ちましょう。トリス打ってあげて倒します。水の超砂消し含みながらの、回復音消し含みながらの15コンボ。さあこれで枝豆も含みながら突破していきましょう。やばい、枝豆の振り方がマジでやべえ。はい、これでまずは超根性まで削ってから突破していきます。 OK。 さあ10階層です。バルデターンはまずラビリル打って 1C 組みます。はい、そしたら 1C 組んであげてグリゴリーからのトリス打ちます。あ、でも雪根も打たなきゃダメか。雪根も打ちましょう。もったいね、グリゴリーと雪根一緒に使うの。はい、これで回復音消し含みながらの、また水のね銃消しにセット組んで超火力でワンパンしていきましょう。18コンボです。さあこの火力でしっかりとワンパン、ナイス、突破していきます。続きまして11階層です。水は普通にワンパンするだけですが、お、いい盤面、めっちゃいいね。何がいいのこれ。何が分かった今お前らは。覚えられるかよこんな。行くわ、行けます。来た、完璧に来た。太田、これは来た。しっかりと水のワンパーン突破していきましょう。
マジバルデターンの紹介に犯罪すぎてムカつくよな、あれガチで犯罪だろ。でもトリスの属性吸収無効がめちゃめちゃ良い。ここもルーレットもらえるのでありがとうございますって思いながら殴っていきましょう。オッケー、じゃあここも超クライミ消えたんでしっかり倒していきましょう。あのバルデタンの超クライミはゴミです、あれ。いきます。はい、これで水の銃撃し2セット含んであげて、すごいおもろい形だけどこれ強いんでね、18コンボで倒していきましょう。20、21、22、34、56、26コンボ。はい、最強でワンパーン。これが全部トリスの力。マジでトリスは終わってる、強すぎてな、強すぎて軽く終わってるから。13階層です。メイファンは今回使えるんでラビリル打ちましょう。ラビリルからのトリスからのナツル打ってあげて破壊していきます。ちゃんと木の火力も含んであげて、 OK、 これで木の火力も出しつつ水のね銃撃し2セット含んであげて20コンボです。ちなみにトリスの無効貫通は完全に無視してますね。はい、さあこれでしっかりワンパンしていきます。 OK、 だって雪に入ってるからねこの編成、トリス無視に決まってるからねこんな。はい、14階層です。ここは回復しつつ1ターン耐久です。こいつちょっと削りたいな。グリゴリー打って殴っていきましょう。場面良すぎるんだけど。まあ一旦ちょっとね倒せないよね。でも倒す場合はめっちゃ回復して、倒すんだったらめっちゃ回復して、倒すんだったらめっちゃ回復した、耐えれるよね。78% 軽減のナツルリーダーでしょ、耐えれるに決まってる。チェンジの編成をドン、怖い怖い、ドン、オッケー、やぶな。ちょっとで、ここもひたすら殴っていきます。ナツルはガンガン使っていいんでね。OK、 回復4ゲシ3セット含みながらのお水のね10ゲシ含んでしっかり削っていきましょう。21、23、24。さあこれで HP 全回復しながら殴りです。いい火力、ナイス、えらい、いい火力です。でからの殴っていきましょう。雪根使ってもいいな、使うか。うん、もうこれで水のもうこの銃消し2セット含んであげて20コンボで木の火力も含みながらしっかりと2パンしていきましょう。突破、ナイス。さあ続きましてボス2段階目、違う、3段階目。でここはナツルでデバフ上書きしてあげてください。まあ、ただ1ターン待ちましょう。これナツル打つのは、これで一旦水の銃消し含みながらの HP も回復してあげて19コンボで1ターン待ちます。はい、オッケー。そしたらトリスからナツル打ってあげて全力殴りしていきます。トリスナツル打ちましょう。トリス打ちます、ナツル打ちます。
行くぜ。トゲキショ。一旦悪口のコーナー入った。次は水の銃下死にセットプラス回復音下死含んであげて19、20コンボ、21コンボで、グリゴリー以外の火力は全部入るので、この21億火力でしっかり削っていきます。で、またトリス打ってあげて息抜き打ちましょう。むずいんよなこれ、意外とトゲあるせいで。いきます。水の銃下死にセットプラス水の銃下死含んであげて回復音下死含んで17、18コンボ、19コンボです。さあここもしっかりこれで削っていきましょう。雪音打ったターンはグリゴリの火力が入ってめちゃめちゃ火力出せます。いいね。おいゴミ、これお前その弱化エンハンスマジでやめろ。ゴミこれ、おいクソゴミが、ま、このま、ほんまにね、若干エンハンスはね、犯罪なんですよ、マジで。パーティーの火力がめちゃめちゃ下がるんだよね。あ、でも意外と削れとはいるね。いいね。編成が強いわ、編成が。でも若干エンハンスはクソ。明言していきたい。あ、おい、回復4消しが組めやん、盤面。やめてくれや。え、終わったこれ。え、これやばい、もしかして。もしかしてだけでこれやばい。回復音消し組めないもんね。もしかしてだけどまさか死ぬとかある。あぶね、ギリギリ耐えたね。ギリギリ耐えたんで、あとはこのまま殴って倒していきましょう。これで半分まで持っていきます。ナツル打ってあげて、さあしっかりとゴミ処理していきましょう。いきます。ここも回復音消し含みながら水の銃消し含んで殴っていきます。てかさ、マジでこのゲームさ、本当にさ、億長が出た時点でさ、なんか結構さ、もうどんどんキャラゲー進んだ感じはあるじゃん。もしこの次のダンジョン来たらさ、結構やばそうだよね。アズザラの億長の次が、もしこのまだインフレしてない環境において出たら、めっちゃ人減りそうだよ。俺怖いわ。なんか最近ふと思ったんだよね。本当に億長ってぶっ壊れてるダンジョンなんだけど、この次をもし運営が何も考えずにすぐ出したら、多分このゲームね、人いなくなるわ、マジで。めっちゃ思う。これ結構ガチだと思うから、みんな覚えといて、この話。多分ね、本当にそうなると思うよ。で、と思いました。はい、で、ここも水銃下死にセット含みながら、回復4下死含んで殴っていきましょう。13コンボです。いいね、雪音打てると強いんだよ、お前。水は7個、ナツル打ちます。お前はお前はなんかこのままやったらパズルミスりそうなんで、危機管理能力でもう水銃下死を優先して組みます。あ、でも待って、若干エンハンス食らってるけどさ、トリス言うて9億出てるんだけど、やばくね？お前の方がやばいやん。アグリゲートよりお前が一番やばいやん、トリスが。なんで若干エンハンス食らってるにもかかわらず、こいつ普通にさ、え？やばくね？マジで。若干エンハンス食らってる状況下において、そんな軽く出ることあるか？いく。若干食らってても関係ないんだね、トリスって。トリスが一番怖いやん、じゃあ。お、倒せそう。これ倒そうぜ。トリスからの雪音打ちます。
これは押し切れそう。いきます。水の銃消し2セット含みながらの回復音消し含みながらの全力コンボです。今雪のダメージ無効貫通も含んであげて、リラフレトリスしっかり火力出してドーン。でこれね、見れ残ししてるように見えるかもしれませんが、実は全然大丈夫で、はい、もうこれはラビリルからのトリスからのグリゴリーからのナツル打ちます。はい、じゃこのまま倒していきましょう。どうしよう、いきます。これで水の銃消し2セットずつ含みながらの15コンボ組んで突破していきましょう。さあ、ということで今回はですね、強化されたトリスを使って屋上で遊ぶ動画でした。トリスのバカ力健在な上にね、スキルもめちゃめちゃ強くなってて面白いキャラなんで、ぜひ使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後に代用解説の方していこうと思います。キャラ代用ですが、ラビリル、グリグリは代用ありません。雪乃に関しては、無効管ルーレット生成、雲帯対策となっていますが、代用としては、カリドラや王騎が代用で使えます。はい。暗闇装備などで属性、こう、枝豆みたいな感じでね、代用できる感じになっていますので、まあ一応ね、耐性を捨てれば代用できます。はい。ただまあ雪乃が最強であることは間違いないです。で、まあ武器代用ですね。まずナツルが一番の自由枠です。泥鏡。です。一応、メインとしては。ただまあ、ほんと代用枠なんで、他で余った耐性などを補うか、回復力や火力を上げてください。ここ完全自由枠です。はい。で続きまして、アムロレイですね。はい。アムロレイに関してはこちら。これは泥鏡武器ですね。火、水、木、光、闇、回復、泥鏡として採用されてます。ハロウィン、アルファ、オメガ等が代用で使えます。はい。で、有利武器に関してです。有利武器に関しては、封印毒耐性併出なので、ディノバルト武器等が代用で使えますが、封印は他で補ってください。で、埼玉です。枝豆武器になっております。豊臣秀吉武器や伊達政宗武器等が使えます。はい。で、シルクカラット仮面武器です。はい。こちらは、アワリン武器やグフ武器や、あとはシシド武器が使えます。対応で。で、最後にブレイズ武器に関しては、アーリン、グフ、シシド武器等が代用で使えるって感じです。副属性水に変えてあげてください。という感じの遠征ですね。武器に関しては代用非常に多くありますので、ぜひ使ってみてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。